ソイ・サオは、日本の文部官僚。学位は、マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション。2016年4月に、千葉科学大学学長と、学校法人掛け学園理事に就任。文部省初等中等教育局職業教育課課長、文部省高等教育局員学教育課課長、広島県教育委員会教育長、文部科学省大臣官房国際課課長。 文化庁文化宝部部長、独立行政法人日本学術振興会理事、文部科学省国際統括官、国際連合教育科学文化機関政府代表部、特命全権大使、東日本旅客鉄道株式会社顧問、内閣官房参与などを歴任した。文化庁文化宝部の部長や文部科学省の国際統括官などの要職を歴任し、 2010年より国際連合教育科学文化機関政府代表部に特命全権大使として赴任した。2016年4月に千葉科学大学で学長に就任するとともに大学の設置者である加計学園においても理事を兼務する。第2次安倍内閣においては2014年4月に内閣官房参与に任命されている。 1952年広島県尾道市出身、1959年度、福山市に移る。1970年広島大学、附属高等学校を卒業後、1971年、東京大学入学、1975年、東京大学法学部卒、翌年文部省に入省する。2011年10月23日、フォントノア宮殿にて、 国際連合教育科学文化機関事務局長、イリナ・ボコバ、文部科学省事務次官、清水清日本ユネスコ国内委員会副会長、金沢一郎と、ありがとうございます。